これで手はずは整ったというわけですな。厄介なことになる前に片付けておかねば。君はいつどこであの世界のことを知ったの？取引に応じなければあなたは終わり、おそらく死刑だから、正直に答えて、すべてが真実か。みんな、オペアバスは分かってる。迷ってる時間ないよ。やっちゃって。ジョーカー、始めるぞ。逃走経路は私がナビする。ともかく走って、逃げて。例の転校生ってのはお前だな。問題を起こしたら退学だからな。野郎は悪魔だ。あんな大人には絶対にならねえ。俺たちなら心を変えられんだ。私は正しいことに協力しているんですよね。そんなに内申点欲しいの？生徒会長なんてそうじゃなきゃやってらんないよね。お前自身の怒りを思い出せ。伝わってくる。これが私。これでようやく我が輩たち駆け出しだが、怪盗団になれるってことだな。お前たちは余計なことを知りすぎた。私に歯向かったことを一生かけて食い入るがいい。貴様、本当にハッキングできんだよね。今度は私が助ければ。おい待てよ、あれって。吊るし上げてやる。必殺のウルトラチャージ。これでもっと戦える。試してみるか。二重生活も楽じゃねえな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。笑わせんじゃねえ。お前らみたいなアホは俺の餌なの。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。汚い金に宝生え。うぜんだよこの成金が。お宝を狙ってきたのなら帰った方がいい。我が輩とこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。スコアさ、仲間が増えたんじゃね。こいつは意外と使えるかもだぜ。お前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。手口は分かりませんが、法治国家を脅かす危険な存在だと思います。組織がでかすぎて警察も手を焼いてる。下手に首突っ込むと消されるしね。厄介な奴らに狙われたもんだ。計画が漏れたってこと？何がきっかけで変わっちゃうの？けど俺たちは何を間違えたんだ。もう手遅れなんだよ。こいつらやべえ。所詮俗人どもの遠吠えだ。おとなしくしていればいいもの。まあ近々始末する予定でしたからな。いよいよだ。お前の更生が始まる。ようこそ私のベルベットルームへ。